マルクス・アレリウス・マルティアリスは、ヒスパニアのアウグスタ・ビルビリス出身のラテン語詩人。古代ローマ皇帝、ドミティアヌス、ネルア、トライアヌスの統治期間にあたる西暦86年から103年の間に発表された12巻のエピグラムの本で知られている。これら短く、ウィットに満ちた詩の中で、マルティアリスは、町の生活や知人たちのスキャンダラスな行動を明るく、 風刺し、地方の教育をロマンティックに描いた。マルティアリスは全部で1561編の詩を書き、そのうち1235編は、エレゲイオンの形式を使っている。マルティアリスは、今日のエピグラムの始祖とみなされている。マルティアリスの鋭敏な好奇心と観察力は、そのエピグラムで明らかである。マルティアリスのエピグラムに対する、変わらぬ文学的関心は、 文学的な質の高さと同じくらい、その時代の人々の生活の生き生きした描写に起因する。マルティアリスのエピグラムは、マルティアリス自身が関わったこととともに、低政ローマ期の日常生活の光景と残忍さをありありと蘇らせる。次のエピグラムは、ローマ史の生活環境を描いたものである。ジョー・アン・シェルトンは、こんなことを書いている。古代の都市では、 火事は日常的な脅威であった。なぜなら当時は建築材料に木が使われるのが一般的で人々も焚き火やオイルランプを使用することが多かったからである。しかし一部の人々は保険金を得るために自分の家に放火した可能性がある。マルティアリスの次のエピグラムはそれを告発したものである。マルティアリスは当時の医者を次のようにあざける。 マルティアリスは、ローマ社会の奴隷への虐待についても触れている。彼は、些細な間違いでコックを夢中つるフスという男を、たしなめる。マルティアリスのエピグラムを特徴づけているのは、通列で容赦ないウィットのセンスだけではない。公職さもそうである。そのことで、マルティアリスは、文学史におけるインスルトコメディーの始祖という地位を、得ている。マルティアリスの作品は、 ルネサンス期に再発見されて高い評価を得た。ルネサンス期の作家たちはその時代の都市の悪徳と相通じるものをマルティアリスの死の中に見たのである。マルティアリスの影響を受けたのは、ユーエナリス、後期古典文学、カロリングジョールネサンス、フランスとイタリアのルネサンス、スペイン黄金世紀。そして、イギリスやドイツでも、ロマン主義が台頭するまで、マルティアリスは、 人気があった。ありがとうございます。